どうも、第6ボタンの長峰です。おむつテロってないですかね。洗濯機に一緒におむつ入れちゃって、洗濯物が吸水ポリマーだらけになるっていうことを何回か繰り返してしまっています。どうも、僕です。今回はですね、ちぎりパンのクロワッサンバージョンのリベンジということで、やってみたいと思います。ちょっと今回はきれいめに作ってみました。30分冷凍庫で休ませます。こっち四つ端をこう、なんだろう、こういう感じで、こういう感じ、わかる？なんかごめん、やっぱ伝わらない。どうやって伝えていいのかわかんない。こういう感じ。30分経ちました。これで今回はちょっと牛乳パックなんで4等分にしたいと思います。はい、これで45分発酵します。分かった。泣いております。案の定ないと、ほらカメラ面白いね、ゆるプリちゃんで言う。というわけで45分経ったので出します。はい、第2発酵が終わりました。こんな感じです。というわけで今回はちょっと200度で10分やってみたいと思います。じゃーん、こんな感じ。冷やします。延長戦3回目出来損ないのクロワッサンの動画を上げてから、お母さんが完璧なまでのクロワッサンをインスタグラムに上げるっていう。本当やばい、どうしよう。もう完璧なクロワッサンってああいうことを言うんだぜっていうね。これ牛乳パックを半分に切りました。みんなうちにちぎりパンのリングみたいな焼き型ないじゃん、ママ。ちぎりパック、これで発酵させます。220度で10分、200度で3分で、ちょっと様子見つつみたいな感じで行ってみたいと思います。ちょっといいね。皆さんこんにちは、第6ボタンのせいちゃんです。実食します。でちぎろう、ちぎるところ行くぞ。いやいや、こんな感じです。ででいい、食べます。食べます。まず柔らかいとこから、どう、うまい、ありがとう。
うまい。やっと3回目にしてやっとできた、うん、みんなもやってみてね。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、コメント登録もしてね。次の動画も見てね。バイバイ。セリフ完璧だね。